民族学、民族学、民族学とは世界の諸民族の文化や社会を研究する学問である。ただし国により学派により位置づけや意味合いに異動が見られる。ヨーロッパ大陸、特にドイツ語圏を中心とする地域では文化科学としての民族学と自然科学としての人類学を瞬間に区別している。ここでは単に人類学といった場合は 自然人類学を指し、民族学とは明確に区別し、対地する伝統がある。アメリカ合衆国では、人類における自然的側面を研究する自然人類学と文化的側面を研究する文化人類学の両者が、より包括的な人類学の二大部門をなすという体系が行われており、民族学は言語学、考古学と並んで文化人類学の一部を、 構成している。民族学はその中でも、中心的で規模の大きい分野となっており、時には、文化人類学と民族学がほぼ同じ意味で、用いられるともある。日本においては、ヨーロッパ大陸流の体系と、アメリカ合衆国流の分類とが混用されている。戦後、国立大学に講座を設けた、石田栄一郎、岡間朝を大林太良らは、 ウィーンやフランクフルトなどドイツ語圏で訓練を受けていた。そのため、日本では長らく文化人類学的な学問も民族学として故障される傾向にあった。しかし民族学の重鎮であった大林が死去した3年後の2004年、日本民族学会が日本文化人類学会に解消されたことに象徴されるように、日本の学会では、 民族学はほぼ文化人類学に吸収された感がある。多くの大学の専攻名は文化人類学か人類学で統一されており、民族学を使用しているのは筑波大学、ただし人類学も併用、慶應義塾大学などしかない。考古学については、日本においては、それが歴史学に近接し、極めて関連の深い学問と考えられており、一時期は、 考古学を歴史学の補助学問のように扱うこともあったが、常実のようにアメリカ合衆国では人類学の一領域として扱われることが多く、さらに欧州大陸の考古学は民族学、フォークロリスティックスと共に戦士学を構成し、歴史学や人類学と対峙してきた長い伝統がある。民族学は伝承を資料とし、主として自国。 自民族の基礎文化を除実していこうとする学問であるが、それに対し民族学は、一般に資料的制約を持たず、あらゆるデータから主として、他民族の文化、社会を解明していこうとする学問である。また、日本の民族学は、柳学女が新国学と称したように、江戸時代以来の国学の伝統を引き継いでおり、民具や民家も含めるその資料の広範さから、 自民族を対象とする民族学の観を呈している。ただし、今日では、新しい傾向として、日本民族学においても、比較民族学の流星が見られる。民族学が独立の科学として成立したのは19世紀半ばであるが、大航海時代以来、世界の諸民族についての知識がヨーロッパにおいて蓄積されたことが、基本的な条件になっている。その意味からすれば、 民族学はナショナリズムと共に生まれたのに対し、民族学はコロニアリズムの中から誕生したと捉えることも可能である。ともあれ、こうした諸民族の生活様式に関する記述を民族史と呼んでおり、この民族史的知識をもとにした研究を民族学とするのが世界的な傾向である。民族学は伝統的には非ヨーロッパ世界のいわゆる 未開民族の文化の調査を軸として発達してきたが、今日では未開、文明を問わず世界のすべての民族を研究対象とし、文化の全体構造を探求する一般的な科学に成長した。その一方で、全人類文化の全体的把握を目指す見地から、民族学という呼称を改め、人類学あるいは文化人類学の名称を採用する傾向が強まっている。 以下、民族学及び文化人類学における主要な主張及び方法論の概略について述べる。ハーバート・スペンサーらによる社会進化論、進化を進歩と混同したものの強い影響を受けて、19世紀後半にイギリスやアメリカで流生した人類学におけるアプローチであり、そこでは適者生存、優勝劣敗の思想が打ち出されている。 代表的な人類学者としては、エドワード・タイラーらがいる。自由主義的な要素が濃い反面、帝国主義や人種差別の正当化に用いられる要素も含んでいる。スペンサーの著作及び社会進化論は、加藤弘之らによって紹介され、明治初年以降の日本の社会思想全般に大きな影響を与えた。当時の日本で、 石器時代研究が人類学教室の中で行われたり、縄文時代の文化を先住民族の文化とみなしたことにも、社会進化論的発想の強い影響が見て取れる。進化主義的な人類学及び民族学はまた、人類の文化に共通する現象として、進化を捉え、人類が基本的申請においては同一であるという点に注意を向けさせる側面があった。 進化主義への反動として現れたのが二十世紀前半にドイツやオーストリア、アメリカ合衆国で盛んになった歴史民族学であった。そこでは個別の文化事象が歴史的に形成されてきたことを強調し、個々の文化要素や文化複合の地理的分布の持つ意味について追求がなされた。文化の歴史を文化の伝播の見地から考察する論者が多く、 その場合は、電波主義とも言われる。電波主義は、文化要素の分布を手がかりとして、より着実な文化主催構成を目指したものであり、その立場には、文化建設の例をフロベニウス、グレープナー、カイ・グレアブナー、シュミット、W、シュミットなどがいる。アメリカ歴史学派の中では、特にクローバー、A、L ・クルーバーとウィスラー、C ・ウィスラーが、電波主義的傾向を有していた。 第二次大戦後、文化伝播論あるいは、伝播主義的立場は、文化圏体系の維持が困難となったこともあり、衰退した。また、1980年代までの考古学では、土着の文化の発展を重視する見方が強まっている。機能主義とは、1920年代以降のイギリスで、盛んとなった、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの、ラドクリフ・イコール・ブラウンや、 ブロニスワフ・マリノフスキラが展開した社会人類学的なアプローチである。個々の制度や規制がその社会全体を維持する上で果たす機能に着目する。そこには伝統的なイギリス経験論哲学及びそこから生まれた功理主義思想の影響が認められる。第二次世界大戦後のフランスで盛んになったアプローチである。クロード・レヴィコール・ストロースがその中心人物で、 ブラジルでの旅の気候をまとめた悲しき熱帯は当時にあっては先制しなるな今日では記念碑的な構造人類学の著作となった構造主義的な人類学においては文化を構成する個々の要素をそれ自体としてではなく相互間の関係性の束からなる構造として捉えるまた特に意識化されない構造の重要性について論及しているなお レヴィ・コール・ストロースによるムルン・ギン族の婚姻体系の研究については、アンドレ・ベイは数学における軍論を活用して、その婚姻体系の全容を解明しており、レヴィ・コール・ストロースの思想は多方面に影響を与えただけでなく、異なる学問分野間の交流や、学際的な研究を促進する役割をも担ったと評することができる。 民族学は、西欧的世界の外側にあった多様な民族の文化、特に未開や野蛮とされた自然民族の文化に対する特殊な関心に始まった。このことは、民族学が人類文化の科学に発展するための契機となったが、同時にまた、それが自らを相対化して、一般的な文化の学そのものとして生まれることを妨げる制約ともなった。今日民族学が、 文化人類学の名で呼ばれる理由の一端はそこに認められる。現代では S ノセントリズム自民族優越主義からの脱却が図られ、世界の諸民族の文化は等しい価値を持ち、各文化の互いの差異を優劣関係に置き換えることなく多様性を尊重する文化相対主義の考えが出現した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。